でも本当なんだ。お金がないわけじゃなくて。だったら金を持ってこい。また衛兵を呼ばれてえのか。あの年で買い物もできないとは珍しいですね。助けてあげてもいいかもしれません。あ、君はちょっといいかな。いきなりで悪いんだけど、お願いがあって。よかったらお金を貸してほしいんだ。後で必ず返すから。そこの店で買いたいものがあるんだ。細工がとっても綺麗な小さな箱なんだけど、今は持ち合わせがあまりないんだ。でも全くお金がないわけじゃなくて、後で用意はできるんだよ。必要な分だけ貸してくれればいいんだ。本当にちゃんと返すから。あの、どうかな。お金なんだけど。本当にありがとう。必ず返すからね。また来たのかよ。金もないくせに。お金なら用意したよ。これなら売ってくれるよね。おお、だったらこっちも文句はねえさ。欲しがってたやつを持っていきな。ありがとう。おかげで買い物ができたよ。お金はきっと返すからね。お金を返す意思はあるようですし、ある程度ちゃんとした少年なのかもしれませんね。あそこの人がどうなってるんだろう。やることはたくさんあるからな。牛車ですか。うまく使えば旅が楽になりますよ。歩き続けるのも疲れますからね。お、とにかく話だけでも聞いてくれ。悪い話じゃないんじゃ。ありがとうよ。わしは牛車便の運営をしているドノバンというものじゃ。魔物のせいで中断しておったメルベとの定期便がようやく再開されることになったのは知っておるか。じゃが魔物が完全に消えたわけではないからの。前のように牛車が安全かどうか、わしとしてはそこが心配でな。そこでじゃ、あんたには実際に定期便に乗ってみてほしいんじゃ。証拠代わりについでにこれを届けてきてくれ。警備団のグレゴル殿の奥方から預かった手紙じゃ。牛車でメルベまで行き、手紙をレンナルト殿に渡してくれるか。助かったぞ。あんたなら大丈夫だと思ったんじゃ。牛車が出る時間は決まっておるから、少し待つかもしれん。なーに、停留所で座って待っておればすぐに来るわい。念のため言っておくが、牛車に乗るときは運賃は先払いじゃからな。間違っても金を払う前に牛車に乗り込んではいかんぞ。牛車には護衛のために腕利きの兵士が乗っておるからな。客がおかしな真似をすると彼らの出番というわけじゃ。大丈夫じゃとは思うが、ただ乗りなんてバカなことは考えるでないぞ。注意点は以上じゃ。では牛車を使いレンナルト殿に手紙を渡してきてくれ。おっと、そうじゃ。運賃として前金を渡しておかんとな。手紙を届けたら戻ってきてくれ。待っておるぞ。これを届ける必要があるようですね。
やるのはたくさんあるからな。交代時間までまだ少しある。何もなければいいが。この牛車はメルベ行きだよ。乗っていくなら料金は先だよ。はしごですね。移動に使います。うまく利用しましょう。発車。客が来なきゃどうにもならないからな。休息も任務のうちだ。そろそろ発車だ。乗りたい人は急いで。イラつくと長居してるわ。毎日楽しいね。迷うわ。次の休みはいつだったかな。さてと、ぼちぼち本腰入れるか。少し腰を落ち着けようか。素材採取できる場所がありますよ。得て損にはならないでしょう。牛車が無事に着きました。
また利用してみてもいいでしょう。やけに静かだな。疲れが溜まってきた。そろそろ休みが欲しいな。膝を痛めんよ。どうすればいいんだ。あいつ全然戻ってこない。助けに行ったのか。でも俺には無理だ。師匠は何をしたの？体力。ん？私に何か用か？おお、マルギット夫人からか。届けてくれたこと感謝する。グレゴル殿と仕事をした縁で、奥方が季節の折々に私の健康を気遣った手紙を送ってくれるようになったのだ。では成果報告に参りますか。どうすればいいんだ。全然戻ってこない。助けに行った。何かあったら俺は一役目で行こうかな。楽しまないとね。全然戻ってこない。助けに行った方が。でも俺には無理だ。はしごが。ここは宿屋だよ。ついでに転職の手続きもできるんだ。まあ普段そんなに客も来ない場所だから一人でもなんとかなってるんだ。何か手伝いがいるかい？またお待ちしてますよ。愉快な気分になるな。人の噂話よね。いつもここじゃな。ベッドが恋しいな。そろそろ帰るか。ここをしっかり直さないと。おい、こっちだ。もしもし本腰入れるか。各社様、何か忘れ物でも？ここベルムントは各社王の国だ。当然その王に忠誠を尽くす党も無下には扱われない。まあ奴らは優秀な戦徒でもある。俺たちとは命の考えが違うのかね。教育しないと。悪いが乗せられないな。悪いが乗せられないな。最初に勘が鈍ってきたかな。この牛車はベルンワース行きだよ。乗っていくなら料金は先だよ。何しても続かないのよね、私って。今日は何をしよう。
ね。平和そうだね。そうだね。新しくしたい。到着だよ。お疲れさん。おお、戻ったか。牛車の乗り心地はどんなもんじゃった？おお、そうか。わざわざすまなかったな。無事に運行できたのなら、以前よりは魔物が減っておるのじゃろう。これで自信を持って営業できる。謝礼を受け取っておくれ。こうも長い距離の往復はやはり牛車を使うのが良さそうです。せっかくあるものですし、活用していきましょう。合意します。使えるやつがな